新潟競馬11レース福岡、福島中央テレビ杯です。まず能力偏差値ですけれど、C ランクが9と、横一線のレースになります。これから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20丸打ちました偏差値1位の13番の馬からです。昨年の夏4走前、同じコースで好指数をマークしています。前馬比較してみますと、この馬の指数のピークは、丸を打ちました6番、5番とほぼ同じ、ピークで、ともにトップクラスと言えます。能力的にはこの2頭がリードしています。元に戻りまして、距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1008です。この馬の指数のピークは1008。距離延長で、指数を上げる傾向があります。1008への距離延長はプラス評価していいと思います。展開面を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角です。指数のピーク時は後ろからの競馬になっています。差し追い込みが合っているということだと思います。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬が2頭、先行タイプが4頭ということで、ミドルペースを予想します。先行力で相当しますと、この馬の先行力は、7番手です。上がり指数を見ておきます。上がり指数は、を見てみると、この馬の上がり指数は中段以下ということで、先行力もなく上がり指数もそれほどでもないので、差し切りイメージはつきません。展開面はマイナス評価です。グラフに戻りまして、馬場状態を見ておきます。馬場状態はグレーの丸です。この馬ですが、重馬場、不良馬場で指数を上げ、良馬場になると指数を下げる傾向があります。明日も良馬場なら割引が必要だと思います。次に暫定丸を打ちました偏差値2位の6番の馬です。この馬、3走前、4走前、5走前と黄色線を上回っています。特に4走前は優秀な指数で、能力的には20丸打ちました13番と横一線です。今回休み明けになりますが、過去の休み明けを見ると、ほぼ同じ指数、ここは指数を上げています。鉄砲が効きそうで、休み明けは不利にはならないと思います。展開面を見ておきます。指数のピークは2番手からの競馬です。先行力をもう一度見ると、この馬の先行力は、3番手です。なので、好位からの競馬ができそうです。その他の馬を見ておきます。暫定黒三角を打ったのは、偏差値3位の8番の馬です。4走前の東京1006で黄色線を上回っています。距離の方ですけれど、1008でも黄色線上の指数をマークしておりますので、問題はなさそうです。この馬ですが、先行力2番手で、先行力が非常に高い馬です。先行しての粘りを警戒した方がいいと思います。次に暫定白三角を打ちました、偏差値4位の3番の馬です。
山荘前の同じコースで黄色線を上回りました。休み明けた滝2層目に今回なります。過去の同じように休み明けた滝2層目、ここは指数を落としています。ここも休み明けた滝2層目、ほぼ同じ指数ということで、大きく上積みは期待できません。あまり強調材料はないと思います。次に、暫定バツを打ちました、9番の馬です。前走初めて黄色線を上回りました。まあ、この馬、長期休養明けから3戦徐々に指数を上げております。4歳の今も成長中だということだと思います。まあ、今回も成長を見込み、上位評価したいと思います。以上、適正分析を考慮した最終予想印です。まず、本命20丸は13番です。距離延長を高評価したいと思います。対抗丸は9番です。距離、展開、レース間隔、これも高評価ですが、さらに成長力も期待できます。馬券的にはこの13番と9番を中心に C ランクから選択しましょう。